どうも、ハルコットです。皆さん、トリビアという言葉は知っていますか？トリビア、それは人生に全く役に立たない無駄な知識。そこで今回はポケモンに関するトリビア第3弾をやっていきたいと思います。では関係ないけど、第1弾と第2弾は概要欄に載せてくるので、よかったら見てください。声が残ったら最後まで聞いててください。公式が公言しているポケモンに関するトリビアが衝撃的だった。まずはこちらのポケモントリビアです。マリルの尻尾には油が詰まっている。へえ、油が詰まってるんだ。でもなんでだろう。それではどういうことなのか、確認の VTR です。マリルはポケットモンスター金銀で登場したポケモンです。今回こそ知っているかもしれないと思い、またまた関東地方のかの有名なポケモン博士の元へ行った。マリルとやらがおるのか？知らんの。ニョロスとプリンのハーフか？ポケモンは150匹じゃ。最初から意味ないと分かっていたので、他の研究者にすでに聞いていた。はい、確かにマリルの尻尾には油が詰まっています。水と油、どっちが軽いか知っていますか？油の方は軽いんですが、マリルは尻尾に油が詰まっているので、泳ぐときにそれが浮き上がりになり溺れることがないのです。いやー、生きていく上での進化ですね。尻尾をうまく活用していてすごいですね。マリルの尻尾には油が詰まっている。72兵。続きまして、こちらのトリビアです。こっからはちょっとサクサクいきます。ゴローニャーは年に一度脱皮する。ポケモンって脱皮とかないと思っていたんですが、ちゃんとあるんですね。ちなみにこのゴローニャーの脱いだ皮は畑の肥料として使われるようです。新無人戦でも砕いて肥料として使っていましたね。続いてのトリビアはこちらです。ヒメグマがこのポーズをしているのは自分の手のひらを舐めているから。めっちゃ可愛くない？なんかアピールするためにこのポーズしてるのかなと思いきや、手舐めてた。手に甘い蜜が染み込んでるみたいです。そりゃ舐めたくなりますね。続いてのトリビアはこちら。ゴクリンの体の大部分は胃袋。胃袋大きい代わりに心臓とか脳みそはめちゃくちゃ小さいらしい。たくさんご飯食べれそうですよね。続いてのトリビアはこちら。サイホンは体当たりで高層ビルを粉砕する。やばすぎ。街中にいたらかなり危険じゃない？高層ビルって結構頑丈だと思うんですけど、それを粉々にするってマジで力強すぎでしょ。続いてのトリビアはこちら。ピンプクが抱いているものは卵ではなく石。いや、ピンプクってラッキーの進化前なんですけど、ラッキーって卵を抱えてますよね。ラッキーの真似をして石を抱えているらしいです。可愛いですよね。続いてのトリビアはこちら。伝説ポケモンレッグーザの餌は隕石。これは図鑑に書かれてることなんですけど、レッグーザ隕石食べてるんですね。他にも空気中の塵や氷を食べるとも書かれていました。意外と質素な食事をしていますね。以上ですが、どうでしたか？ポケモンの生態って調べてみると面白い。みんなは今回のポケモントリビア何兵でしたか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じでポケモンに関するトリビアについてでした。ちょっとでも動画が出たらチャンネル登録、そして高評価ボタン、よろしくお願いします。では次の動画で、せーの、グッディー。